若柳燕城不明は、明治時代の女性落語家。教師から落語家に転じ、女優学校を設立し、新派女優としても活動した。本名、麻生玉。単語国の剣閣、麻生奴の娘として東京、芝で生まれる。姉は、英語教育者の藤うさだ子。父親が一時日本橋柿柄町で米中外相をしていた頃に、 築地の女学校に学んだが、父親の授業の失敗で中退して、小学校の教員検定試験を受け、森岡市販学校付属幼稚園の園長に招かれ、明治22年頃には教職にあった。幼稚園が3年にして潰れたこともあって、高校を転じ、明治25年、名古屋南伏見町の音技にて、婦人運動家の影山栄子らと共に、女子劇を始める。 助剣拡張の雑誌編集、演説などを経て、明治31年に、初代男子ローツ老メ枝に入門、若柳メ城の名で、落語家となり、古今剣府伝などを新公団風に演じた。明治34年頃から、何は三遊派に加わって、京阪で人気を得た。尾崎紅葉は、明治36年の日記に、牛込の寄せで、炎上の公団を初めて聞いたと記している。 明治38年には、川上乙次郎一座の女優として、海外公演にも出た中村緑が、歌舞伎の女役者、市川久米八、いい養蜂が育てた、芸人上がりの女優千歳兵衛派、踊りの師匠で団十郎の妹の市川おひろしなど、女性の演者ばかりを集めて、女優大会と題した興行を行い、話題となった。この間に、書生俳優で、 新聞記者の千葉修保と結婚し、講座で稼いだ金を貢いだとされるが、千葉の浮気性のせいで別れ、その後明治39年に、久米八が提唱した女優学校を、麹町区飯田菓子の自宅に開き、東京四谷の末広座に女学生新演劇を設立、自らも女優として、三崎座や新富座などの舞台へ立った。その後、 創始俳優の生馬三郎と結婚し、名古屋で暮らしたと言われる。1930年代半ばまで、ラジオ出演の記録が見えるが、その後は不明。男俳優をしのぐ、本格的な女優の育成を目的に設立された。開演中は、食費、住費とも学校が支払い、出演料の1割を、学校の収入とすると定め、以下の条件で生徒を募集した。学校は、 高知町富士見町に置く学科として、英語、歴史、地理、絵画、西洋音楽を教える工業は夜に行う生徒は、満14歳から20歳まで、就業経験者は、入学不可親の承諾のないものは、入学不可。ありがとうございます。